K-1 ファイトナイトに先立ち現地で行われた記者発表には内外から報道陣約100名が集まった。その注目は地元スイスのアンディ、そして対戦するベルナルド。今回は世界タイトルマッチとして行われることもあり、試合を前にした両者にテレビ、新聞、ラジオなど全てのマスコミが集中した。それはこの曰くありのタイトルマッチへの期待の高さを物語っていた。この両者の因縁の対決を思い返すには2年の月日を遡ることになる。 K-1 グランプリ95開幕戦、優勝候補の一角だったアンディに全く無名のままベルナルドは向かっていった。3ラウンドの中盤、最初のダウンはアンディが取った。しかし試合が始まってすぐに人々は驚愕した。その恐るべきパワー、どうもなるパンチ、クリンチ、クリンチ、クリンチ、右ストレート、さあどうだ、ベルナルド強い、ベルナルド強い、さあどうだ、3度目のダウンになってしまうか、アンディ・フグ立っている、ダメだ。ベルナルドはアンディから3個のダウンを奪い KO。 ここに2人の因縁が始まった。さらに同じ年の9月、2人は再び K-1 リベンジのリングで相まみえることとなる。だが試合はまたしてもベルナルドの一方的なペース。2人の戦いはベルナルドの2連勝、アンディは深い闇へと落ちていく。翌1996年5月6日、アンディは奇跡の復活。 K-1 グランプリ決勝というこれ以上ない最高の舞台でベルナルドとの3度目の対決を実現。確かにそうです。さあ今ファイナルマッチの開始ゴングが鳴りました。さあまず谷川さん、気になるのはですね、お互いのダウンですね。アンディ・フグはとにかくエキストララウンド2つやってますから、アンディ・フグは今まであまりこのローキック、非常にいいローキック持ってるのにあまり使ってなかったですよね。あ、消えた、栄光を手にするとともにベルナルドへのリベンジをここに成し遂げる。今回敵地に乗り込み4度目の対決に挑むベルナルドは自信に満ちていた。前回負けたとはいえ対戦成績は2勝1敗、コンディションも万全。選手を対象としたルールミーティングでもベルナルド陣営は用意周到。世界戦のルールを確認するため執拗に質問を繰り返す。地元スイスで忙しいアンディが欠席したのとは対照的にベルナルド陣営は完全に試合をシミュレート。敵地であるということが自分に有利に働くという結論に至った。 I don't think that Andy knows that he's got a fight in his hand and basically the ball's in his court. I'm coming here to get the title and he's here to defend it. There's more pressure on him for this fight than there is on me for this fight.もう一つベルナルドが自信を持つ理由があった。それは今の自分を止められる男がこの世にはいないということ。さっきの K-1 ブレーブスではホーストの巧みなテクニックの前に苦杯をなめたが、強引にでもフルファイトに持ち込めば彼のパワーを止められる者はいない。本当に強いのは自分であることを証明すべくアンディのベルトを狙う。I'm not going to give away too much of what I'm going to do, but the bottom line is I'm taking the fight to AndyIf I want the title, I must go and fetch it. I can't expect it just to fall in my hands. I'm going to go and work for it, and that's exactly what I'm going to plan to do. I give also my title for this fight, and when he is better, then I like to give him my title. But I really will give everything to fight against him. I don't will fight like a defender. I will fight like a challenger. Versus Mike Bernardo, South Africa. Game one, Grand Prix final. Ah, 早くもブーイングが起こっている。 Coming from rail in the water jacket, mit einem Meter 93 und 108 Kilogramm from South Africa, Mike
ブーイングの中をマイク・ベルナルド、どんな表情で入場してくるんでしょうか。赤く染まった花道の向こうにゆっくりと影が揺らめいています。チャレンジャーマイク・ベルナルド、ゆっくり時を伺う。さあ動き出した。1995年 K-1 グランプリ1回戦、マイク・ベルナルドの日本デビュー戦は3ラウンドテクニカルノックアウト勝ち。その時完膚なきまでに打ちのめされたのが他ならぬアンディ・フグ。思えばベルナルドの歴史はアンディを倒したあの時から始まりました。彼を取り囲んでいるのはただ一つブーイングだけ。96年 K-1 グランプリ決勝戦、フグトルネードに沈んだあの日、 K-1 シーンのポイントには常に2人の姿があります。その2人が今日本を遠く離れたこのスイスで相まみえます。どうしても欲しい世界のタイトル、ベルナルドはベルトのために絶対に勝つ、そう吠えました。意外なことにマイク・ベルナルドにとってこれが初めての世界タイトルマッチ。自分にはおそらく味方はいないだろう。しかし自分には神がついている、そう言ってリングに向かいました。マイク・ベルナルド、1万2800人すべてが敵です。 K-1 グランプリ96準優勝、南アフリカの破壊王マイク・ベルナルド。マネダーのテルン・デオ・ベンツマイスター The World ChampionK-1 Grand Prix Champion 1996 WKA World Champion and UKF Thai Box World Champion bei seiner dritten Titelverteidigung hier in Zürich. Andy Fugros 姿を捉えました。控室前。平中明夫さんの姿も見えます。世界ムエタイスーパーヘビー級チャンピオン、果たして館内の歓声がこの控え室前まで届いているか。その歓声を遠くに聞きながら今精神を研ぎ澄ます、鉄人アンディ。その研ぎ澄まされた精神が、スピリットが今リングに放たれようとしています。その気持ちの弓をゆっくりと引き絞る瞬間、ゆっくりとステップアップ。さあ間もなく花道、アンディ・フグの姿が間もなく現れます。1万2800人が総立ち、スタンディングオベーション。さあアンディはまだか。アンディの名を叫ぶファン。さあそして水道に拾ってくれる。
オンに上り詰めた一人の執念が世界に飛び出し、そして世界をその手に掴んでの凱旋試合、その試合にあえてマイク・ベルナルドを指名した侍魂。果たして A1 ファイトナイトの結末はどうなんだ。スイスに帰ってきた孤高の侍、鉄人アンディ・フグです。いよいよこれから試合が始まりますが、もう我々もマイクをつけてるんですが、もう全く聞こえませんね。全く聞こえませんね。いやすごい歓声。これほどだと思いませんでした。石井さん、はい、驚きましたね。これはウェーブが沸き起こりました。このウェーブは目に入っていません。さあ、ヨタビ対決、アンディ・フグ対マイク・ベルナルド。目指したのは世界一クリーンなガソリン車です。排出ガス中の有害物質を10分の1レベルに低減。シビックフェリオ LEV 登場。ホンダプリモから。お風呂でアロマ、すっごいアロマって感じ。天然ハーブのエッセンスを入れるだけで、そこは素敵なアロマ空間。いつものお風呂でアロマする、リトルナースの薬用バスでアロマ、新発売。いい香り。いいじゃない柴田、安いじゃないですか。いや言わされてるわけだ。ありました、テリー伊藤です。太陽光テレビタウルス、これでまさか200。私サウスは強い。テレビタウルス。6月18日、創刊。Excuse me, do you have magic rice from Satake? Excuse me? Tabitai. レンジで炊きたて蒸らしておいしいマジックライス、新発売。 Oh, it's magic! コスタリカのトンボから見た新しいジープチェロキー。静かで快適なインテリアなど40カ所以上の改良により、かつてないほど魅力的になりました。たとえ誰の目から見ても。ジープ from Chrysler。人生はサイコロのようなもの、コロコロ転がるサイコロのようなものか。ステーキ醤油かけたら、もう一度かけてみるか。お醤油好きなら知ってる美味しさ、キッコーマンステーキ醤油。再びアンディ・コール WK 世界ムエタイスーパーヘビー級タイトルマッチ。さあ、ゴングが鳴ります。今試合開始のゴング。果たしてこれは凄まじい声援、はい、もう四面楚歌というような言葉はもう当てはまらないぐらい、周り全部敵。闘志が絡み合った。マット上です、リング上で闘志が絡み合った、もつれ合った。しかしベルナルドもこれだけブーイングだと気持ちいいんじゃないですかね。いやもう、これも完全に今日は悪役という形になりますが、もうベルナルドは関係ないですもんね。関係ないですよね。とにかくアンディ・フグを倒して念願の世界チャンピオンのベルトをつかむこと、マイク・ベルナルドの頭にはそれしかありません。そしてアンディ・フグにとってはとんでもないプレッシャーの中での勝負ということになります。レフリー勝った出身やってるんですけども、ちょうどベルナルドとアンディの最初の試合がそうでしたね。そうでしたね、はい、全く同じレフリーが止めに入った瞬間、はい、そしてタオルも舞った。なんか劇的なシーンでしたよね。思い出しますよね。あれがマイク・ベルナルドの K-1 シーンでの最初の、はい、いわゆるポイントとなるね。そうですね、試合になりましたね。あそこからベルナルドの歴史が始まっていきました。まあ、この試合なんかアンディ・フグから自らベルナルドの試合を決めたっていうか、その辺がもうアンディらしいっていうんですかね。何かあの地元の試合ではですね、はい、何か弱い相手ばかりを選んでるんじゃないかアンディというような評価があったそうですね。そういうあれに、だったらベルナルドとやってやろう、やってやろうじゃないかというね、
でも本当にね、はい、あの日本でドーム3連戦を前にこんな厳しい相手とやるのは本当に日本のファンとしてはですね、はい、なんか大きなダメージを残さなければいいなと思うんですよね。この後は名古屋ドーム、フランシスコフィリオ、はい、アンディーコール、アンディーコール、もう途切れることはありません。いや、石井さん、この試合はどう見ますか。いや、もう1ラウンドからベンナーが飛ばしてますよ、飛ばしてますよね、わあ、もうアンディは回ってコンビネーションで決めたいですね。コンビネーション、はい、マイク・メルダーはもう何も考えずに打つことだけ、パンチを当たれば倒れるという、ね、おー、何か今フグトルネードのような技見せましたね。まあ、試合前に今石井館長言われたようにですね、はい、試合前にベルナード聞いたんですけど、俺はもう戦うのみなんだと、はい、もういつもと変わらないと、そうですね、言ってましたからね。もう前回ホーストには敗れましたけども、はい、あれはホーストが勝ったんじゃない、自分が負けたんだと、何か自分の試合ができなかったそういった腹立たしさも、体に表しているでしょうね。でも今まであのホースト圧倒してましたからね。そうですよね、あのその時のダメージはもう全然ないですね、はい、ローキック、やはりアンディフグは石井さん、あのローキックを主体にしたコンビネーションというふうに考えていいですかね。どうでしょう。いや、ローキックだけじゃダメなんですよね。ダメですか、あれだけはダメ、使い分けないダメですね、もうマイクもほらローに打たれ慣れてきてますから、ローキックのカット上手くなりましたね。さあ、ハイキックを今軽く見せましたアンディフグ、はい、第1ラウンドが終了しました。凄まじいニックですね。すごいニックです。すごいニックアレスタジオン。When you're too tense, it's common sense, a relaxivoo. The more you earn, the less you learn to relaxivoo. Oui, French, you'll find our more inclined to relaxivoo. Relax, 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 relaxivoo. スマコ夫人、あなた、スケヒコさんが亡くなった日、書斎でピアノを弾くの？お茶の間の皆さん、もう CM の CM です。ただいまから俺のメールアドレスを公開します。まさか、犯人は？クソ OCM。 うちの奥さんは、私のキャバレーがよく走るんで、大変喜んでおります。この人じゃありません。分かって、プロキャバリー東京低い、 0.9 だ。てんてんてん食どうしよう。デュデュデュだが診察だ。デュデュデュだが診察だ。定食会にこのマガジン。新設級。新創刊。カフェレシピを。見てる見てる見てる。カフェレシピ。先生飲みて。いや、いいよ。カフェレシピ。彼女の好きなカフェレシピ。コーナーに戻ったアンディフグです。どちらが勝つかは誰にもわからない、運のいい方が勝てるだろう、そんな風にこの試合の前に語っていたアンディフグです。しかしこのプレッシャーたるや、でも、アンディフグ選手、あの技の数が出てますね。そうですね、はい、体は動いてますよね、はい、このところちょっとあのアンディらしさっていうのがなかったですかね。硬くなってましたからね、もうガチガチっていう試合が元に戻っちゃった感じがしましたけどね、はい、またアンディコール、奥様ですね。そうですね、この試合が終わってから会うんだという話もしてましたが、やはりこの会場に駆けつけましたイローナ夫人、もうこのアンディーコールを聞いてるだけで、この雰囲気が伝わるんじゃないかと思いますが、さあ第2ラウンドが始まりました。リング下にはアンディフグの奥さんイローナ夫人の姿も見えました。私、あのベルナードもそうなんですけど、アンディフグもですね、日本で K-1 ができて、本当スーパースターになって人生変わりましたね。いわゆる逆輸入のスーパースターといいますか、スーパースターですね。この日本での活躍がスイスに伝わって、はい、スイスでこのアンディ人気が爆発した。
そしてスイスのファンにとってアンディの魅力はその日本で大成功を収めたスーパースターであるということと、そしてスイスを代表する一流モデルと結婚したこと、とにかくみんなが憧れるサクセスストーリーを地で言っているアンディ。そうですね、地元ではアンディもそういうドラマみたいな、あのドキュメンタリーやっていたみたいですね、はい、大反響で。そしてそのサクセスストーリーが、あといい左ですね、そしてさこの試合はいつ決着がつくかわからない、本当見逃せないですね。まあ、ベルナルドとしてはアンディは本当変則的なんで、やりにくいとは言ってましたよね、どこから技が来るかわからないんで。オミギャッパーを見せました、すごいやっぱですね、ブラックを切っていますが、さあストレート飛び込んでいったアンディ、アンディフグも今日は気持ちが前に出ています。12,800人、そしてこの試合はスイス国営放送を通じて国内にも当然流れています。現在生中継をされています。まあ、今日のベルナルドですね、今日の試合は本当に弟とトレーナーと神だけだと自分を応援してくれる、本当にそうですね、言ってましたから、はい、スイス国中みんながアンディの味方、全てを敵に回しているマイク・ベルナルド。さあしかしこのまたカウンターで右マイク・ベルナルド、しかしこれだけの期待の中で答えを出さなくてはいけないアンディ・フグのプレッシャー、まっすぐ入っちゃダメですよ、左右に振らないと、左右に振らないとですね、マタロウ軽いローキック気を伺います。アンディ・フグ、とにかく石井館長は言われましたが、直線的な動きは禁物、サイドからサイドから攻めていきたいアンディ・フグ。小さくコンビネーションもね、ブロックの上から効きますから、彼のパンチは、はい、ブロックしてても効くんですね。なんかでもこの一戦はなんか今年の K-1 を大きく左右しそうな気がしますね。そうですよね、マイク・ベルナルドがあのホーストに敗れた瞬間、そしてこの試合の行方、これがこの後のドーム3連戦に大きくね、ものすごい重要な感じがしますよね、響いてくるような気がします、またアンディーコールが起こった。第2ラウンド、思いが届いているか、願いが届いているか、アンディー、左打ったダウンですね、ダウンです、カウンターの左フック、左ですね、ゴングが鳴りました。しかし最後の左フックはダウンを取られています。アンディーフグ、もう一点にあのスイスのお客さんが引いちゃいましたね、引きましたね、さあ見てみましょう、もう終了間際のこの左フック、すごいパンチですね。1万2800人を黙らせたマイク・ベルナルドの左フック、もうなんかどこで当てれば倒れるかって本当分かってるパンチですよね。そうですね、いやーこのパンチは何度見てもと、スイスの気持ちは一つ、負けるなアンディ。さあ第3ラウンド開始、おーっと飛び膝を見せたアンディ、飛び膝蹴りを見せました。いや、しかしあの先ほど宮城さんおっしゃったようにですね、もうベルナルドのパンチがですね、1万2000人以上の客を黙らせました。また右ストレート、左フック、回らないとクリンチですね、そうです、あ、打っちゃったら危ないですね、危ない、さあ打ち合いになった、左ストレート、あーと打ち合いに持ち上げていく、アンディは打ち合いを挑んだ、お左ストレート、いやしかしこれはどうだろう、いいですね、あー回し蹴り、右膝、いや今膝が顔面入りましたね、いやもう自分の顔面を超えようなそんな状況ですが、まっすぐ入っちゃダメですよアンディは。さあローキック、再びアンディコール、アッパーカット、アッパーですね、あのアッパーカット、左ハイガードしている、左ストレートアンディ、しかしベルナルドは強くなってますね、もうすごく強くなってますね。おっとと、いや今ドキッとしましたね、今
危ないですね。バックハンドブローに入ろうというところですが、今不用意に入りました。アンディ待って待って待って、ちょっとまだ動きが直線的かもしれません。少し動きが少なくなっています。アンディフグじわじわとプレッシャーをかけるベルナルド。いやアンディフグの気持ち、負けず嫌いの気持ちはいいですね。ベルナルドに関しては身長高いってほしいですよね。ベルナルドにパンチを打ち上げる選手は初めて見ました、ね、本当ですよね。それは本当に気持ちいいんですけど、全てを味方につけた。あの極真の松井監督はですね、極真の選手の中で一番気が強いのはアンディだとかって言ってましたけど、なるほど、この言葉を思い出しますよね。なるほど、分かるような気がしますね、なるほどね。そういうところは見せないですがね。ちょっとローローに入ったという、サフティブにキックが入ったというふうにアピールしてますが、もうこれは満員のファンは何を言ってるんだマイク・ベルナルドというブーイングであります。信用しませんよね。でもあのアンディ・フーグ調子良さそうですね。そうですね、なんかあの観客の声援を背に受けてですね、伸び伸びと戦っているような今日は気がするんですけどね、はい、今までのこのピーターズに敗れたとき、はい、それがサム・グレコとドローを取られたときと、ね、あの戦いとは全然違いますね。全然違いますね、すごく気持ちよく戦ってる感じがしますね、はい、ただ慎重に戦ってもらわないと、一発で試合は終わります。危ない危ない危ない、もうなんかヒヤヒヤしますよ。ヒヤヒヤしますね。さあ、いやもうこれスイスのファンはアンディの声援でしょうが、ちょっと我々はどういう風な立場を取っているかわからない。いいロックでしたね。さあストレート飛び込んでいく、鳴りを伸ばしていきます。あるいは非常に短い試合になるんではないか。でも本当そんな声もありました。ベルナルドじりじりきますね、プレッシャーをかけています。第3ラウンドここで終了。第3ラウンドが終了しました。試合が後半に入ります。天食どうしよう。黒キャバリエ東京低い 0.9 だ。HP のカラープリンタグラフィン誕生。いろいろしたいがいろいろできる。自分のカラーを出そう。グラフィン HP To inscribe into history To inscribeInto the soul. Final Fantasy Tactics. アンディ・フグがマイク・ベルナルドに対して真っ向勝負。この膝。あ、いい膝ですね。いい膝、この膝がちょっと流れを変えましたね。そうですね。しかしベルナルドのパンチはすごい。いやー。フォースラウンド。フォースラウンド、はい、カプラレフリーがさばきます。 WK 世界名隊スーパーヘビー級タイトルマッチ、まだまだ試合の結末は誰にも分かりません。試合は第4ラウンド。でもあれですね、アンディはやっぱり声援を受けるとそれだけ良くなるというのはやっぱりスターですね。そうなんですね、いや萎縮しちゃう人とかいますからね、まあ、本当スターだなという感じがしますよね。これは今日の試合ってのは本当に相当なプレッシャーがあると思いますが、それを完全に跳ねのけたというか、それを何か自分のものにしてますね、ちゃんと。そうですね、あ、今のローは来ましたよ。ローキック、いいローですよ。コンビネーションローだ。嫌がってます、嫌がってます。さあこのローキックで流れを変えるか。アンディ、こうなってきますと去年のあの J1 グランプリ決勝、あのフグトルネードを思い出します。しかしだけで逆に言えばですね、ベルナルドは誰と言っても面白いですね。本当ですね、本当に、あの名勝負製造機というですね、本当にそうですね、本当にアーズもホースも勝っても負けてもね、も全部面白いですね、佐竹選手の試合もそうでしたけども、はい、なんでかというとやっぱり一発があるからですね。そうなんですね、 BK ロボと一発の怖さっていうのを彼持ってるからですね、はい、ミスター K1 って感じがしますよね。そんな感じしますね。どこでどの角度でどのパンチが当たっても倒れますからね、はい。このコールが、このスイスの母国の声援がアンディを変えました。さあハイキック、このアンディの一連の攻撃はすごい。今のパンチの意地はすごいですね、打ち返すのは。 OK ブレイク
ブレイク。いや本当アンディ見てるとですね、はい、あの本当ランナーズハイじゃないですけどもね、じなりじなり、もうなんか気持ちがもうハイになりながら本当体が動いてますね。はい、おお、すごい、すごい右、すごい、あれが当たったらもうその場で試合が終わってますが、よく見てますね、石井さん。よく見てますよ、今ね、地鳴りが止まりましたよね。いや本当ですね、空振りだけで、はい、超満員のファンの足踏みが地鳴りとなって、おそらく両選手にも届いているでしょう。リングが揺れています。やっぱり一発のある選手はですね、精神的なプレッシャーすごくきついんですね。はい、さあハレンスタジオン、いよいよクライマックスが近づいています。アンディはね、かき回さなくちゃダメですよ、もっともっとね。ちょっとでもあのマイク・ベルナルドの最初のラッシュ力ってなくなってきた感じもしますが、どうでしょうね。やっぱ足が効いてますね、一発だけですよね、あと怖いのは一発だけという感じもします。ただその一発が怖い、アンディロー蹴ってば、あー、投げストレート、おー、最後どんなもんだという、そんな右ストレートは気がしないという、アンディフグの気迫を見せた。第4ラウンド終了。さあいよいよこれから試合はファイナルラウンド。しかし今日の怖いマスですね。さあ先ほどのスロー、このローキック、いやこれは分かりませんね。ダウンは 1回奪ってますけども、そうですね、ローキック効いてますよね、はい、後半このローキックのダメージっていうのはどのくらい取られてるかですね。ポイント差がついてれば、また、引き上げに持ってくれるんですけども、はい、しかし今日のアンディ本当怖いものなしというかですね、なんかあの萎縮しないですよね。本当そうですね、普段だったら攻め込まれちゃうとですね、体が急にガチガチになっちゃうんですけども、今日のアンディは全然違いますね、はい。いやー、これは再び奥さんの姿が映っています。あ、今日はどうやら、お子さんの聖夜君が来てないんでしょうかね。イローナ夫人が、リングサイドでじっとアンディフグを見つめています。さあそんな中、いよいよファイナルラウンド、もう二人が一瞬抱き合って再び闘志の火がつく瞬間、さあファイナルラウンド、アンディとしてはこのラウンドを落とせませんね。落とせません、はい、あるいは判定にもつれ込んだとしても、はい、このラウンドで印象付けた方が勝利を収めそうな気がします。そしてベルナルドにとってはよほど大きなダメージを与えなければホームタウンディシジョンということも考えられます。さあ飛び込んでいく、アンディうまく回ってますよ、左へうまく回ってます、はい、あーいいです、いいです。右のフックを離しながら動いていく、いい試合になりました。アンディフグ対マイク・ベルナルド、いや今日のアンディは本当に素晴らしいですね、最初から最後まで、あ、なぜこの気迫の炎は尽きることはありません。ベルナルドちょっと足効いてるんで追えなくなってきましたね。そうですね、やはりあのローが効いている。左ストレート入りましたね、アンディのさっきからあの左ストレート入ってるんですね、そうですね、いいですよね、アンディもやっぱパンチ力あるんですよね。再び脇を取るアンディ、アンディ行こう、間違いないですよ、この距離は、さあ、フック、これをかわした、はい、回って回ってアンディは足をつかないためです、ね、わー、右サイ、左のボディ、あの右が、おー、強烈な、はい、いやー、面白いですね、すごい、怖いですね、すごい攻撃だ、すごいアッパーだ、おアンディの子供がいいパンチ出しますね。この試合がもうあと1分20秒で終わってしまうのがもったいないぐらいだ、もったいないですね、アンディのパンチ切れてますよ、今日切れてますね、再びアンディ行こう、フルラウンドを戦うことになりそうだ、そんな予感がします。残りあと1分になる、残りはあと1分、右のアッパー、左フック、右のアッパーから左フック、すごいパンチだ、なあ右の膝、左の
頼もしいですね。待て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 、そう右のアッパー、ダメだ、ラッシュ30ですね。さあアンディここでラッシュしないとね。残り30秒、まだ来たの、まだ分からない、まだ試合、まだ分からない、まだ誰も分からない、一発で変わりますからね。残り30を切った、一体このドラマの結末は何なんだ。プレッシャーをかけるベルナルド、左のハイ、いいですね、高藤、高藤落とし、ベルナルドもちょっと顔色変わりましたね。ほとんど時間がない、歓声に歓声にゴングがタッチされている。両手を突き上げたのはアンディ・フグ、 いい試合でしたね。アンディ復活ですね。復活ですね。奥さんも何か勝利を確信しているような感じです。スタンディングオベーションです。アンディに対するこの拍手、お耳に立つでしょうか。いや、あのダウンがどういうふうにですね、盛り返したかですけども、今日はアンディ1ラウンド終盤にベルナードがダウンを奪った。まあ、あれはでもね、本当にタイミングで倒れたみたいな感じですね。ダメ自体はなかったです、ね、これは石井さんはどう予想されますか、この判定は。難しいところですね。難しいですね、さあ、勝ったノブアキレフリーが今両者をリング中央に集めました。さあ難しい判定ですね。この判定は難しい。さあこれまでのスローが、あーこのハイ、さあ、まもなく結果が出ます。 The winner is from Switzerland, Andy Fuge。 Andy Fuge、 いやでもこれは谷川さん、はい、大方の予想では、はい、マイク・ベルナルド有利ではないかという声は確かにありました。グレッコ戦、アーツ戦のアンディエクじゃ全然なかったですね。これでフィルの試合楽しみですよ。いやこれはしかしこれから館長、はい、ドーム3連戦楽しみになりますね。これはぜひフリオ選手も頑張っていい試合してほしいですよね。そしてマイク・ベルナルドもこのベルトを取れなかった悔しさがこれから K-1 シーンの後半戦におそらく現れてくると思います。アンディ・フグがマイク・ベルナルドを下し見事な復活を遂げました。このスイスのファンの熱い思いがアンディ・フグを立ち直らせました。さあスイスからいよいよ舞台はジェットストリームに乗って日本へ。7月20日名古屋ドームから始まるドーム3連戦が始まります。どうぞお楽しみに。ご覧いただいた K-1 ファイトナイトが早くもビデオで登場。 K-1 ファン必見の未公開映像も含め全試合収録のこの一本、価格は税抜き10,000円。お持ち込みは全国無料のフリーダイヤル 0120-118-118、 朝9時から夜8時まで受け付けています。今回お持ち込みの方全員に K-1 ファイトナイト特製ステッカーをプレゼント。